はい、えー、バーチャル世界の、えー、バイデン応援者の皆さんご苦労様でございますクマ、えー、さんの世界のネットニュースでね今大変なことを伝えてきます、えー、ヘガから直令も出ましたそして、えー、これですねこれ、ついに出た長門の支配長官逮捕このニュースの中でですねクマ、えー、さんが言ってるのは この4時間後に会議例が出て、えー、マスコミ全部逮捕されるとこういうことを言ってます、えー。緊急事態宣言どころじゃなかった会議例になりましたね。はい、これ日本は会議例引かないんですかね。どうするんですかね。えー、同盟国です。さああのー、我々も真剣に考えなければいけません。このニュースが本当ならですよ。直例も出てますよ。あのー、情報がこれ。 得られないんでもう分かりませんけれどもね、今あの軍部が動いてます。そしてあの軍事法廷で何千人という人間を裁くそうです。えー、と熊さん言ってますね。えー、まあ、ほとんどのものがあの国家反逆罪で、えー、バイデンの応援したものがですね逮捕されます。こう有識事態です。もう動いてるかもしれません。 えー、軍隊は出動してるかもしれません、えー、こんなことがあるんでしょうか私どもは何を見ることはできません日本は静まり返っておりますはい、えー。ちょっとね怖いですね、えー、とにかく皆さん身を守ってください、えー、お願いします